ダウルスキー自然保護区はザバイカル南東部の国立自然保護区。1987年10月25日に鳥類保護を主な目的として設立された。2017年にはダウリアの警官軍の一部として世界遺産リストに登録された。ザバイカル東南部のステップ、故障、湿地帯及び森林区域である。 自然保護区は、バルイコールトレイコとズンイコールトレイコ及びその他の故将軍及び45,790ヘクタールのステップから構成される。周囲には163,530ヘクタールの干渉区域が設定されており、9つのセクションに分かれる。気候は明らかな大陸性で寒冷。冬は寒冷で雪は少なく夏は温暖で。 乾燥していて1日のうちの気温差が大きい。植物生育可能日数は120から150日で6月上旬まで霜が残っていることもあり、これは8月下旬から始まることのある秋の冷え込みの期間に関係する。保護区の動物賞は4種の魚類、3種の両生類、3種の爬虫類、314種の鳥類及び47種の哺乳類を含む。 マナズル、クロズル、アネハズルの3種のツルが生息する。イカンタバ植物の保護リストには、現在360種が含まれる。区域内には、アンザンザアヤメ、ハマキジカクシ、ネズミシバその他レッドリスト記載植物が20種以上、生き残っている。ロシア天然資源、環境省の管轄下にあり、1997年からユネスコの定める生物圏保護区の一つとなった。 ありがとうございます。